皆様どうもこんばんは、アンサンブルルネットの森本秀樹でございます。来る8月29日午後3時からと午後6時から2回公演、アンサンブルルネットの第13回定期公演、本来なら4月に予定しておりましたが、8月29日に延期となりました。こちらの方、開催させていただきたいというふうに思っております。今回のテーマはベートーベン生誕250年記念演奏会ということでですね、4人は見たベートーベン先生の事件簿、運命の扉からこんにちはという副題がついております。まあリュネットの演奏会ご存知の方ならば、まあ、想像つくかなと思うんですけども、ベートーベン先生の、まあ、人間ベートーベンですね、ベートーベンの人間らしいエピソードなんかを、まあ、紹介しながら演奏会を進めていければなというふうに思っております。今回、私の作品もございます。これは再演なのですが、エリーゼがダメに、そして運命の扉からこんにちはというこの2曲を演奏する予定です。まだできておりません。